私服がガチでヤバすぎるアニメキャラということで一緒に見ていきましょう。まずはドラゴンボールよりピッコロさん。この紫の道着みたいなやつと白いマント、そして白いターバン、まあこれがピッコロさんの私服っちゃ私服なんだけど、これはあくまで戦闘服でございます。ピッコロさんも人前に出るときはちゃんとした格好をするんです。それがこちら。クソダセーな、おい、もうダサさのバーゲンセールだよ。ポストボーイ、郵便配達人、どうチョイスしたらこんな服選ぶんだよ。悟空から借りたやつでした。つまりこれは悟空っていうか父のセンスですね。とりあえずダサい。続きましてアンパンマンより食パンマン。まあこれもこれが私服っぽい気はするけど、そんな食パンマンもたまにはおしゃれをします。やばいやつ、まあ、ピンクのマフラーはまあいいよ。問題はそのセーターだよ。自分の顔プリントしたセーター着てるとかマジやばい。まあそれどんな感情で着とんねん。こちらはアンパンマン。なんとも言いようがない。カレーパンマン、怪しい、怪しすぎる。お前それパジャマじゃねえか。やっぱり食パンマンだけ頭一つ抜けてダサいですね。ジャムおじさんはというと、日常的に犯罪を犯してそう。この J はジャムの J かな。この散りばめ方がなんとも。お前もかい。さっきの悟空の帽子といい、なんでお前らそんな自分の名前を服にアピールしたいんだよ。テニスの王子様より乾。黒歴史感がすごい。中学生が一度はこういう服間違えて着ちゃうんだよな。てま中学生なんだけどね。ハンターハンターよりかなり奇抜なファッションのひそかさん。何の素材だよこれ。これ防弾チョッキとしても兼ね備えてるのかな。敵多そうだもんな。遊戯王より武藤遊戯。ようじゃねえよ。こんなの待ち合わせに来たら速攻 U ターンして帰るわ。なんかときめいてた。この世界ではこれがおしゃれらしい。で、どこ行くんだ。とりあえずお茶飲もう。ならサテンに行くぜ。サテン、お前言ってて恥ずかしくならないか。それでは最後に逆に普段着を頑張ったキャラクターを見てみましょう。日本のお父さん代表、磯野波平。ただの不審者。船、冷たい目してやがるぜ。